JYJ ジュンス、家族との朝食旅行を楽しむ姿、みんなの朝食、豊かな時間になりますように、動画あり、写真イコール JYJ ジュンス。のインスタグラム JYJ のジュンスが朝食、日本のお盆にあたる韓国の祭日を迎え、旅行を楽しむ姿を公開した。ジュンスは26日、自身のインスタグラムに、家族と共にする朝食旅行。本当に久しぶり、みんなの残りの朝食、楽しく豊かな時間になりますように、という書き込みと共に映像を掲載した。公開された映像の中でジュンスは、ゆったりと水泳をしながら休息を楽しんでいる。久しぶりに家族と一緒に行く朝食旅行に、とても陽気な様子で元気そうな顔と気持ちの良い笑顔が印象的だ。ジュンスは昨年2月に入隊し、現在京畿、京畿、南部庁広報団で国防の義務を果たしている。ビューディスポストオンインスタグラム。@xiaxiaxia1215 がシェアした投稿2018年9月月26日午前1時08分 PDT 動画はクリックまたはタップで閲覧できます。